はい、皆さんこんにちは、ドラえもんと申します。最初今回がおそらく最終パートになりますね。まあややホラゲーの、メダリコ実況プレイですね。はい、行きまーす。ここは前回のセリフ読んだんですね。はい。あれだけ私たちを怖がらせることに成功したんですから、あの民宿を利用してお化け屋敷でも作ったらいいんじゃないですか。村の分協力すれば大掛かりなシステムなんて導入しなくてもお化け屋敷っぽいものが作れると思いますよ。すべて手作りするならそんなに大きな資金は必要ないでしょうし。それは確かにそうですね。お、今度の会合で民宿のお化け屋敷化を提案してみようと思います。というより依頼などせず最初からそうすればよかっただけでは。それを言ったら元も子もないですよ所長。こうして森本探偵所前代未聞の依頼は終了したのでした。あれ終わり言ってないよね。終わってないね。怪我したっていうのに受け取った依頼費を返しちゃうなんてお人よしですね所長は。別にいいさ。せめて治療費と交通費くらいもらっておけばよかったのに。あとたくさん脅かされたから慰謝料も。俺は何も気にしてないぞ。今回は一ついいことも知ったしな。良いことかな。え、良いことって何ですか。いい助手を持って幸せだって思ったんだ。もしかしてそれ私のことですか。他に誰がいるんだ。そんななんか照れちゃいますよ。あまり褒められるってことないですし。キヨさんたちを怒鳴るほどリコが俺を気にかけてくれているとは思わなかったからな。その後雰囲気をぶち壊しにしたことを除けば嬉しかったんだ。あの時は勢いで言い過ぎました。所長みたいにもっとクールな感じで話せるよう頑張ります。リコには一生無理だろうな。ですよね。今度こそ終わりかな。これで私たち森本探偵所の物語はおしまい。エンディングの後もおまけがあるよ。長くなりそうだな。まだおまけはね短いから大丈夫だ。シナリオよかったな。結構こういう作品好きだな。うん、なんかね、全然ホラゲって感じもしなかったけど、なんかね、ビビりも全くしなかったし、結構こういう作品好きだから、またフリーゲームいいのがあったらコメント欄とかに書いてもらえるとすごいありがたいね。まあ、オー君の協力もあったおかげでね、まあ、実況最後までやることができました。じゃあおまけやってみましょう。最後までプレイしていただきありがとうございました。おまけいきますか。いきましょう。はい。すげえ、マシュマロくんがいる。メダリコ探偵女子物語制作者の、これなんて読むんだろうな、アイリです。最後までプレイしていただきありがとうございました。前作とはガラリと雰囲気が変わって、今作は探索ホラーとなりました。ホラーとはいえリコたちのやりとりは相変わらずですが、シリーズものとしてゲームを制作したのは初めてになります。両方通してリコとカゼを好きになってもらえたらいいなと思っています。あれ所長、このところで何をしてるんですか。作者に前作の紹介を押し付けられた。前作未プレイの方に紹介してあげて、私が淡々と紹介するよりカズヤが喋った方がプレイヤーさんも嬉しいだろうからとな。というわけで前作についての話を聞くか。メタリコ、違うわ。メタリコ前作は資産家の家で起きた殺人事件を解決するという話だ。事件現場を調べたり、4名の容疑者から話を聞いたりしつつ犯人を絞り込むのが目的となる。とはいえメインは本作と同じくコミカルな会話だ。推理はお遊び程度のもので本格さのかけらもない。そんなゲームだが、本作で俺やリコに興味を持ってくれた方はぜひプレイしてみてほしい。以上だ。詳しくありがとうございます。前作未プレイの方が一人でも興味を持ってくれるといいですね。淡々とした説明で意外性も面白みもなく、画面右にいる作者に話しかけて流れる文章にしてもいいようなレベルでしたけど。俺に文句を言うなよ。はい、ちょっとすいませんね。携帯ほんとね、さっきから友人、ちょっと黙れって言ってるんですけどね。あ、多くじゃないですよ。ひどい、黙れだなって言ってた。よいしょ。エンドオブインモラル。へぇ、なるほどね。結構面白いわけね。なるほど。あ、アイリズムって書いてたから、アイリっぽいですね。え、でもこれどこでやめるんだろう。これで、ね、話しかけて終わりかな、ニワトリか。あれ左下のもみしば忘れてない豆芝？プワプワしたのいるじゃない。これ豆芝なのか。私のゲームではおなじみ太郎 M さん、今回もテストプレイヤーとしてご協力いただきました。
ヘアランの申し子太郎 M です。メタリコ第2弾堪能していただけましたか？相変わらず脅かし要素には耐性がありません。僕はありますよ、もうそんな余裕ですから。なんて読むんだよこれ、読めねえ。なんとかで行く恐怖の館限りなく、怖がってならいませんけどね。いつものことですが、愛理が隅に追いやったわけではありません。じゃあまあ前作はあの紹介はいいかな、うん、よし、じゃあタイトルに戻りますかね。うん、これが一番良さそうだ。はい、戻ります。はい、じゃあというわけで皆さん、本当に最後までご視聴ありがとうございました。今後もこういうねフリーゲームとか実況できる機会があったら僕としても嬉しいかなと思ってますね。ただ他にも僕はね今はポケモンの実況やってたりとか、あとマイクラの超グダグダ実況やったりね、あとは世界初のドラクエ8低レベル実況などもね行ってるので、そちらの方とね合わせて見ていただければこちらとしてもありがたいです。まあフリーゲームはちょっとした気晴らしにねやっていこうかなと思ってます。はい、じゃあ皆さん本当にご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント等してくださると非常にありがたいです。よろしくお願いします。ではまたね、他のゲームの実況で会いましょう。